はい、お疲れ様です。山です。新素晴らしくこの世界続きやっていきます。さあ、残りのエリアをゲットしましょうということで、どうしようか。スペイン坂先に取っちゃう。数的には全然勝ってるんですよね。だからまあ守るのもちょっと数が難しいもんね。だから攻めるしかないよねということで、スペイン坂行っちゃいたいねということで、どうしようか。とりあえず飯食おうか。いらっしゃいませ。はい、東京ローストビーフ丼、はい、打っちゃって、はい、なんかいろいろあったね。ひつまぶ、名古屋ひつまぶしか、はい。さあ、であとはファッション、帯買っとこうか。もう全員服は持ってんだっけ。ただ南本さんになんかレディース、しかもだいぶ可愛らしい系の装備させてた気がするんでなんかでもこの T シャツもね、シェパくんだって。はい、おすすめです。はい、これはいらないかな。あとまあいろいろ買っちゃって、はい、よっしゃ。で、装備をどうしようか。何が、変えようか。ジーンズからチノパンに変わります。はい、まあほとんど、でも防御力は6上がるんだ。すげえ、いいじゃんそっか。はい。いや、変えたいけどなぁ。まあ、いいや。で、あとはこの人は、とりあえず靴履かしとこうか。はい。で、なぎさんは、はい、靴履いてもろて。この人が一番やばいんだけど。ないんだよね、特に、装備が。で、もう一個ね、店があるんで、ホグファングだっけ、ここ見とこうか。うん。さあ、柵乗り越えられるんじゃなかったっけ？なんか特にないんだけど。まあいいや。いらっしゃい。はい。さあ、駐車。ああ、アクセサリーか。アクセサリー多分誰でも。ミューティレーション。ちょっとか。あ、これ、変える？あ、レアメタルあるから変えるんだ。オッケー。交換用がね、ここで生きてきましたね。靴買って、アクセサリー買って、そうだ、もう限界かな。で、ん？待って、リーの靴どっか行った帰った、外してたんだ。オッケー。で、これ変えようか。デニムタイトスカート。やばい。やばいんだけど。フレットに、フレットにこのチェーンをね、付けさせて、エチのパン入ってもろって。ん？うん。で、ナギさんはこのままでいいかな。で、この人にいい加減ちゃんとこう、男性らしいファッションしてほしいんだけど、まあでも能力優先だよね。これディフェンス高いもんね。なんでだろう。かわいいスカートがめちゃめちゃ防御力高いっていう。はい。で、次なんですけど、スペイン坂行きましょうか。はい。ここで買ってもいいんですけど、ないのか。はい。ほい。ここは？あ、ポイントモンスターが4体いますね。うわ、近い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 。ちょっと待って。スキャンするぞ。これはね、4、あ、でもエリアごとに分かれてるね、ちゃんと。ここ全部巻き込みたい。奥から行こうか。集中だ。見ない見ない見ない。豚もいたスキャンするぞ。豚も一緒に巻き込めんの。そうなんだ。巻き込んで巻き込んで、こいこいこい。オッケー。これ大変だな。大丈夫。そうだね、これどうしようか一応初戦だけちゃんとやるか。そう、装備もね、ちょっと変えたんすよ。はい。はい。あ、レベルアップいいね。あ、レベルアップで体力回復するんだ。今気づいた。で、いろいろバッチ変えて、フレットがね、反射する弾を発射するっていうね、バッチに変えてます。で、南本さんは、なんかね、電球を落とすっていうね、技に変えてますね。
まあ、結局なんか落とすの変わらないんですけど、でリンドにこのレーザーを持たせてます、はい、はい、でちゃんと落とすときに放電って言うんだよね。かっこいい、強い。やっぱね、看板落とすよりも全然こっちの方が強いわ。気をつけろよ。あと2000か、 OK。 このサソリがねちょっと厄介だね。毒かましてくるから、はい、だから離れて基本は。あ、めっちゃ強いめっちゃ強い。バラストやっぱ遠距離強いのか。続行で行くぞ。基本このフレットの反射でやりつつ打ち上げて当たんない、当たんないか。おい、やべ、こいつを外に出す能力がな。あ、たたたた、はい、待てない。はい、オッケー。くそ、いや、こいつを外に出す能力がない。やばいやばい、ちょ、当たんない当たんない。くそ、近接があればな今。あれ、オッケー。これで、これで一戦ですね。あれ、どれぐらい溜まった？ 3000 ぐらい溜まったかな？わかんないけど、これをね、ずっと飛んでやっていくというわけで。これどうしようかな？カプトかな？はい。豚までやっとくか。何が相手でも片付けるだけだ。いけるいける。オッケーオッケー。赤い豚がいる。なんだこれ。反射させて打ち上げて打ち下ろしてフレットで、あ、回復してる。マジか。順調だな。倒した。結構やれるもんだな。あれ、でも回復してたんで、そういう敵っすね。俺たち最強だよな。一気にやんないとっていうタイプね。はい、どんどんやっていこう。集中だ。OK。OK。はい。ああ、あっさり。時間がかかっただけかな。戦闘自体はね、すげえ楽だった。けど、まあ、特に何もなくかな。はい。かなり勢力を広げたのでは。かなりやったよね。はい。実況を送る。よく聞け、全チーム。バトル経過の報告だ。はい。ツイスターズ快進撃、全エリア制圧まで、あと2エリア。はい。狙われたチームは反撃しないとな。はい。煽るね。さあ、もうちょっと、特に、まあ、なかったですね。ただ倒しただけですね、敵を。OK。どうしようか。千鳥足会館前行こうか。正直さ、守備がいないんだよね、うちのチームって。だから、別のエリア狙ってる間にね、すでにいないエリアは狙ってくれたら、まあ、よくはないんだけど、落とせるとは思うんだけどね。はい。あ、ちょっとまた変えましょうか。めっちゃ溜まってる。やっぱね、戦闘でめちゃくちゃ。バッチがね、ゲットできたんで。まあ、こういう時に、自動で売ってしまうっていうね、能力はいいんですけど、ちょっとね、なんか残しておきたいんですよね、ある程度は。はい。お金売ったんで、またレディース来ちゃったな。シンプルネクタイ。ガラクタマシンが、ああ、すげえすげえすげえ。なんこれ。あんま強そうには見えないけどね。4個ずつ連発する。
ランダムで大型の物体が出現し、ああ、ラッキー的な要素もありと。はい。既存のバッジと交換ね。はい。と、あとレアメタル。ん、マスターのバッジ。マスターのバッジってなんだ？あ、そっかそっか、もう、星がついてるやつね。レベルが最大で。まあいいですね。こういうのちょっと買っとこうか。アクセサリー。ディフェンスが21も上がるんだ。すげえ。で、おしゃれハットはいるかな。でも攻撃力上がるもんね。買っといて、あとこの、ミュール？攻撃力10上がるってどういうことこれ。はい。なんだ、刺すのかな、ヒールの部分でさ。まあ、全部買っとこうか。ん？上がった。あ、増えた。愛されワンピだって。え、ちょ、待って、めっちゃ良くない？ディフェンス70だって。どういうこと？うわ、あ、1万高えなぁ。まあ、買おうか。全部買おう。ありがとうございました。やべえ。ナチュパピでめっちゃ買っちゃった。どうしようか。愛されワンピとかなぁ。装備してもなぁ。いや、合うんだけど、合うというか、上がるんだけど、めちゃくちゃ。か、装備させようか。しょうがないもんね。ん？胴体って2つあったっけ？あ、そっか。ワンピースだから兼ねてんだ。あー、胴体とね、下をね。なるほど。まあ、いっか。うわぁ。メンズもどっかで買わないとね。ほんとに。これも変えて、パーカーをね。スカートにして。あ、ネクタイつけてもらおうって。こんなもんかな。一番最後になるからね、なんか余り物になっちゃうんだよね、南本さん。で、これもショルダーカットさ。はい。オフショルです。はい。じゃあ、次なんですけど、千鳥屋会館前ですね。行こうか。はい。さあ、ここは、優先者が取ってるんで、バトルになるんですけども、特に、まあ、イベントはないのかな？戦うだけ？ちょっと待って。いきなりね、バトルになると、なるだけね、くっつけていきたいんですよね。でもね、まだ、1万6000しかないんですよね。集中だ。なんだろう、6万点とかじゃなかったっけ？一番でかい景品はさ、ここ狙いたかったんだけど、無理そうだね、ちょっと。集中だ。めっちゃ来るじゃん。これさ、全部巻き込むぐらいの勢いでやれば、ちょ、めっちゃ来るな。いいか。まあ、やるか。多分一回クリアするぐらいのあれでいかないと、ダメかもね。おい。やべえ、あっさりまた終わっちゃった。はい、ラストね。やばいってことはないけど、あのね、どうしようかな。プレイしてる時間の割にね、何もこう取れたかというか、まあ、雑魚戦をどうするかって話なんだけどね。まあ、ボス戦なんでね、一応次は動画にはするかと思うんですけど、ほぼほぼカットなんでね、どうしようかな。こんにちは。こんにちは。バッチ売るか。とりあえずバッチ売ろうか。はい。じゃあ、エリアのボス行きましょうか。で、バッチなんですけど、どこまで言って、ただろうか。フレットは、このアイラブランチャっていうね、弾が、最大5回か、反射して、最後にノックバックっていうね、このアイテムと、ぐらいかな。で、南本さんはこのロージーバイソンっていうね、打ち下ろしなんだけど、雷の弾をね、打ち下ろすってやつで、で、リンドは、トポトッポっていうもともとね、神クラスのバッジをつけてたんですけど、あれ結構、なんだろう、使いやす、そんなに強さを感じないというかね。なんでこの鶴丸っていう、まあ、新しくゲットしたね、これ、つけときました。最後、吹き飛ばすんだって、回転切りでね。はい。いいね。さあ、じゃあ行きましょうか。こいつ、お、最初持ちかけてきた人じゃない？どっからでもかかってきな。なんとかなりそうだな。オッケーオッケーオッケー。まずは反射させつつ溜まったら打ち下ろして切ってだよね。うわ、当たってない。マジか。
どうなんだこれ、見えない見えない、どうなんだこれ、当たってる、ちょっと待って、こいつ強くない、こいつまずいぞ、サソリはね毒入るから、よっしゃ倒した、つか毒入ってんだよね、オッケー、吹っ飛ばして、待って、はい、打ち上げて打ち下ろし、くそ噛み合わない、はい、オッケー、なんとかこのシンクロ貯めないとねどうにもなんないんで、あ、当たんない、逃げんな逃げんな、くだらん計算だ、なるほど、悪くねえ、あーダメだ最後の吹き飛ばしが当たんない、さすがですか、はい、オッケー倒したんじゃない、まだいる、普通にいたな、吹き飛ばない、吹き飛ばないそう、範囲が狭すぎるなこの、はい、バラストかな、ウィー、ちょっとしくじったな、インドのあの近接ちょっとランクが上がればか。オッケーオッケー。まあこれでほぼほぼ勝ち確っすね。来たじゃん。オッケー。さあラスト、2エリアのうち1エリアが落ちた。2エリアね。はい。死守する側はどれだけ耐え抜ける。うん。なんだ、そこツイスターズ新エリア制圧、優先者のエリアはラスト1、はい、オッケー、さあこれでラストっすかね、はい、ちょっとこれどうなんだろう、どれだけ動画にできてるかわかんないけど、今回はねこれ、ここなんかあるなここなんかあるぞ、オーイースト前で林道メモで、どうする、今日のミッションしかないのか、あー、サブミッションないのかな、ちょっと見てみようか、今からさ。考えろ。道玄坂行って、オーイーストまでちょっと行けるかどうか見てみようか。はい。あ、特になかったわ。はい、スキャンするぞ。待って。ここのオーイーストなんか空いてるから行けるのかなと思ったんですけど、来れなかったですね。はい。ないんかい。はい、じゃあ次、じゃあね、多分最後になるかな。タワレコ前を次、狙いたいと思います。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。